私は罪に問われているような殺人も死体損壊も行っていません。今回即時抗告が棄却という形になったんですが、私は罪に問われているような殺人も死体損壊も行っていません。今回の棄却決定の内容に関しては腹も立たないほど内容がひどいものでした。自分の人生がそのような世界によって狂わされているんだなとなると、その中に身を置いておかなければいけないことも嫌になるぐらいの心境ではあるんですが、私の無実を信じ戦ってくださっている先生たちに支えられて特別抗告という道を選びました。必ず真実を見抜いてくれる裁判官がいることを信じて戦っていきたいと思います。何があったか教えてほしいっていう気持ちはありますが、聞くわけに、ね、聞けるわけではないですし、ちょっとごめんなさい、今ちょっと何て言っていいか、ごめんなさい、今は分からないです、ごめんなさい。